電波消防士なんかのプレイになるじゃないウニキックスさんと一緒だったらやばいですね、うん、説明される説明せんこれ専用メートルやこれ、あ、もうこれ1本で行くんや専用メートルすごいなすごい1本で行くんや高いなこれすごいですね高いあこれ高すぎるやこれロープウェイで6個の火じゃないでこれゲームとかでもダメですもんね。ゲームが高いところとか登ってるゲームこうやってあーってなるんですよ、ね、あそこはスキレットだったなあーすげえ登ってる人おるやん本当にあ、僕らが行ったと思うんですかあそこ行ったと思うんですあんな急なんですよね、見た感じだから降りた感じそうでもなかったけどぐらいって10分ぐらいでしたっけでも早いわ12分か早い全然早いこっちの方があの真っ白の部屋だったら12分すげえ長かったまだ止まってんじゃねえかどっちこれ見たら止まってる感じするから止まってんじゃねえか精神と時の部屋みたいなまだかこれもジャンルがなんか分かるもん感じないいや変わったよ
っこいいだけだったんですけどね、この6名は。やっぱこれちゃんと整備しなあかんで、ほんまに。整備でなんか1週間ぐらいお休みしますね、なんかシーズン中に2回ぐらいあるけど。やったほうがいいっすよ。これやらないっすよ。やってくれよ。やってくれよ、むしろやってくれ。週1ぐらいにやってくれる。週1やってる。週1はい、怖い。あ、これでも805メートルか200メートルぐらいのあれか。こんな小屋誰か入ってるんですか。点検なんですかね、電池の。あと5分って書いてある。審査する。5号って書いてあるのか。5号目か。隠れ避難小屋。ああ、どうやって降りるんだ。泊まった時にここまで行って降りるんじゃない。一旦。あと一つ。あと一本。カシャのところは出るからね。ただ子供泣いとんでさっき。いやー、ガン無視してたの親。泣いてないから泣いてないから。いやいや、泣いてるでしょ。ガン無視しちゃった。大丈夫、大丈夫、用もなかった。手振ってたとこですね、あそこね。誰もいない。あ、手振ってたところ。もうさすがに今から登ってもそれやるんで、無駄になっちゃう。あ、そうか。結構それでも上がってきてるなって言ってたところ。あ、でも、あ、もうですか。でもこれは結構下やからね。あの、ちょっと上がらなあかん、駐車場行くまで。あ、そう、駐車場ちょっと上がらなあかんから。もう言うてる前で。いや、これは1500円値打ちあるよ、めっちゃ。うん、向かいが知多半島ですね。知多半島、知多半島で愛知県の愛知県見える。そうなんだ。愛知が見えてる。愛知が見えてる。あ、向こうが、奥が、奥がですね。ああ、そうなの。なのでセントレアとか飛行場があったりとか、あっちも、そうですね。向かいの方がですね。もう一発で終わるけど、なかなか終われへんねんね。もう一発なんてんな。あんなおばあちゃんも山に登れんねんな。ロープウェイがやれば。これで終わりかな。もう一発あんのか。でもさっきこうです。今ってあったんですか。いや、分からん。浮き地やから飛ばします。分かんないですけど。あ、車止めたとこない。あ、そうですね。あ、車止めたとこあるやん。ね、あ、そうです。はい、クロノスケーラあるかな、車。車ありましたね。あら、黄色いさん、見えます。見えます。これ、一応見とこ。あ、ほんと見える。なかった、どうしよう。不安じゃん。むちゃ不安なタイム。どうすんの。降りるまで。あれ、どこ行ったんだろう。今走っていくみたいな。誰だよ。走り出されてる。あれ、黄色、あるな。あるね。ある。あ、なるほど。車あるわ。よかった。荒らされてない。財布置いてきたが荒らされたらやばい。目立ちますね。そうですね、黄色なんで。ほんまやな。
の黄色がなかったらほんまやばいな。どうしよう、あれじゃなかったんじゃん。財布もねえわ。財布もねえ、歩いて帰るか。歩いて帰る、電車でしょ。財布もないんで、あ、財布もないんで、もう財布もないで貸すしかないじゃないですか。ヒッチハイク、ヒッチハイク、高倉さんみたいにヒッチハイクで。最後か、結構戻るわけですね。じゃあそうなんです、ね、ちょっと登らない感じで、で多分下の方がこれが多分もう 裏道の多分登山道、登山道の方で、でもね、なんか言うてる間にして歩いてる、うん、うん、そんなめっちゃしんどくはなかったですね。もっとかかると思ったら今なんか聞きました。全員登ってるよね、みんな。みんな登るやな、この時間から。これ、収録上何時やろ。5時20分ってなってましたね。結構早い。もうちょっと時間ないですよね。1時間…2で2時間。金持ちやな、2時間のために3000円使うやな。ちょっと割引されてるんですよ。あ、でも3000円じゃないんですよ。1500円とかですかね。そんな感じだと思う。帰りこっち、うん、いろいろあんねんけど、とりあえず帰ろう。帰ろう。